はいどうも、THC オカルトツアーズのケイスケです。よろしくお願いします。今日はトモです、撮影は。あ、トモくんが撮影です。よろしくお願いします。今日はですね、こちら地元有名な本坂トンネルに来ております。今日はお試しみたいな感覚なんですけどね。こちらはですね、ここの通り道路がですね、姫街道といいまして、かつて新井の関所が厳しかった頃に女の人たちがそこを通れなかったと。なんで女の人たちがみんなここを通って、この県境を渡ってたってことから姫街道という名前がついております。ということでね、ここにまつわるお話は女の幽霊ばっかりなんですよ。ちなみにこのこの本坂トンネルにも女の霊が出ると言われていますので、早速行ってみたいと思います。はい、ぜひ行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。そうっすね、実際なんか僕が若い頃に聞いたここのまつわる話は、ここを歩いてると女の人が襲ってくるとか、あとこのトンネルの中で車のエンジンを消してクラクションを3回押すと心霊現象が起きるとかって言われてたんですけど、実際僕何回かやってるのかはないですね。ちなみにトンネルの中めちゃめちゃ寒いです。足音に聞こえたよ今俺。もう一個ね、この落書きがすごいと思うんですけど、はい、この中に、自分の名前を見つけると帰ってこれないという、聞きますね、話がありますね。皆さんの名前はあるかもしれないので、でもそれってさ、はい、なんか面白いっていうかさ、この落書きがあるからこそ作られた階段じゃんそれ。うん、間違いないですね。あとここ、静岡に入りましたね。なんか今日、なんかここ最近何回か来てる。びっくりした。終わったけどね、ビデオ撮影が。触ってないのに。いや、なんか俺もオッケーですみたいな感じだと思ったんです。怖かった今。改めて来るとちょっと怖いですね。そうですね。で、これ有名な、
何が書いてあるかわかんない。貝なのか。サメ。なんかさっきから徐々に止まりますね。ビデオが止まっちゃう。触ってないの？触ってないの。一応ここまででトンネルの終了になります。はい。豊橋側から静岡側に出てくるんですけど、はい、この入ってくるところって、麓にね、首刈神社っていう神社があるので、うん、そちらの方も行ってみようかなと思います。はい。じゃあ、U ターンしますか。はい。はい、ということで本坂トンネル終了しました。では次は、はい、え？来た、やばい。